できるできる君ならできるってぬえ、どうも、おじゅんですどうも、おじゅんです、じゅんですどうも、おじゅんです。で、ツイッターで回ってきたやつで、なんと北海道のどっかが、どっかどっかなんかこう、全国の気温ランキングトップ20が、はい、全部北海道。なんで、でもマジディケイド入ってるから。10年間そう、10年間それ10年間5月に北海道が39度で、はい、それが他の地域に比べて著しく高い。こんなことは普通ありえないですよ、はい、そうなんです。やはりでもね、それを可能としてしまう人物がこの世にただ一人、やっぱりか、存在してしまうんです。えということで、もう皆さんもお分かりであろう、はい、その名も松岡シャーンがですね、はい、なんと北海道に来ていたということなんですね。それまたやってもうたんや。やってもうってるわ。それ北海道に次旋風を巻き起こし、立ち去っていったという情報が、まあ、ツイッターで出回っておりましてですね、はい、まあ、今回はですね、はい、その2年越しにパワーアップして帰ってきた松岡修造さんの、はい、熱量を改めて求めていきたいと思います。あおいやおいやーす、ちゃんと言えよ。多分これなんでこうなったかっていう理由だけど、はい、俺多分嫉妬したんちゃうかなっていう。あ、他、え、何が？木下ゆうかさんに。あーあっつくなー。お前、俺らが最近熱量系人多いじゃないですか。確かに。でもまあ、伊沢くんとか伊沢くんね、その入りめっちゃおもろい。そうだよ、それしか考えられない。確かに確かに、それしか考えられない。ということで、まず北海道全体が39度になったわけじゃないんで、大体の地域ごとに何度何度何度みたいな感じで、それのその地方におけるなんか平均気温みたいなのをデータでして、はいはい、データ取って、そのおのおのの地区でこうなんか求めていって最後パスが続くってことですね。そうなんです。なるほどなるほど。ちょっとデルタ X で出していくっていうのをやっていきたいと思います。じゃあ大体なんか、まあまずじゃあこの辺、この辺からいくか。この辺は 31.8 と 24.1 だから20、アベレージ20、なんか27、8度、 7.5、 はい、この辺と。ごめん、V でちょっとサーロイン的な感じで、ちょっとあのそこ結構温度高いね。はい、ということで大体の、まあ、各地域こう大体大雑把な感じでちょっと分けたんですけども、次に、じゃあこの辺の地区における各地域における平均気温を調べていきたいと思います。この時期における平均気温やな。ちょっとハンデとして、ハンデ、ハンデあげよう、はいはい、彼らにちょっと今6月近いから5月と6月の気温を足して2で割ったのを平均気温としてあげようか。あ、オッケー、そうやね、そうやね、そうやね、確かに6月に近いから。そしたらまだ公平かもしれない。じゃあ5月と6月平均して室蘭出しますね。はい、はい、このここの平均気温 12.1 度でございます。オーマイガー。いや、いずれにしてもやばいよ、いずれにしてもやばい、いずれにしてもやばいですね。帯広 12.9 度。はいはい、9.9 度でございます。オーマイガー、ほんまに、え、ほんまやで、マジで。5月と6月5月の平均気温8度って書いてある。ええー、もう なんならさ、その 10度何畳みたいな、俺もペタの次何やっけ。いや、来るで、そのレベルやろ、これ来るで。期待やで、マジで期待やな、これ。てて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 てこんな感じでございます。全体的にもう10度は優に上回ってくる。これはやばいよ。あと面積ですね、ざっくり分けるしかないよな、これで。これの、いや、それでいいんちゃう別に。これを見て、大体これが全部100として、うん、これ大体 何パーかっていうのをちょっと目分量で全部足して100になるように割り振っていかなきゃ。大事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 、金字やから。じゃあこれ一旦2ぐらいかな。そうえ、そういうことか。ドラフト会議始まるから、ね、そういうことだ。ドラフト会議始まる、ドラフト会議始まる、ドラフト会議始まる。 C で俺 C 8% でいきます。はい、はい、I が 8% H 8% L 8% R 7 3か4じゃないですか。でも G はまあ4じゃないですか。4、はい、G4、 4、 38度だからね、はい、しかも俺とかは欧米に、そうですね、欧米に与えておきましょう。あと7%。なるほど。ってことは気温差が一番少ないところに上げないっていう、そういうことですね、戦法になるわけだ。そういうことですね。ピーには絶対上げたかんな、うん、だいぶ今花尾チャンネル入りましたね。花尾チャンネル入りましたね、今の。はい、100になりました。 OK、 はい、というわけで無事に面積を100で割ることができました、はい、こっからあと高さいるわ。高さこの前だから、それはメルボルンの時の高さを参照しよう。今回はその空間どの辺を考える
あ、2メートルや、2メートルにしよう。いやでも2メートルって結構な、2メートルってちょっと設定ちょっと厳しすぎるな。そうですね、俺にしては。確かに、2000ぐらいでいいんじゃないですか。確かに、もうそれ言ったらもうマジでスーパーハイパーパワーアップするで、マジで。またあれですね、その次にこの企画が来た時のためにちょっと少なめに3つを解いて、あー次は2000、次は2000するみたいな、うん、結構あるよ。6200、次を意識してみるとなると200に行けたと。そうです、できたぞ。秘密ってな、簡単なんだよな、結局。うぜえな、ガチでうぜえな。はい、というわけで今回の熱量パラメーターについてちょっと、軽く説明したいと思うんですけれども、今回舞台となる北海道の面積が83,450km² ということで、で、まあ、それぞれ言っていくと、空気の熱はまず1060で、空気の密度なんですけれども、今回は 1.18kg 毎立方ということで、で、これはですね、北海道大体25度ぐらいが大体かなと思ったんで、大体。まあ言うて空気の密度そんなに変わらないんで。で、上空何メートルまでかなんですけれども、今回は上空200メートル。前回はメルボルンの時は、上空2メートルだった。それおかしいぞ。はいはい。上空2メートルってふざけてんのか。そうなんです。おかしいだろ。でもこっちの方が妥当性としては高いですからね。はい、文句ないっしょ。はい、もちろん。もちろんない、もちろん。で、まあ、最終計算式なんですけれども、今回求める修造さんが放出したエネルギー、急増。それの求め方っていうのはですね、シグマの N イコール A から R まで。これが各地方における面積 S で、それかける、上空200メートル高さかける、空気の密度かける、気熱かける、最後、どんだけ温度上昇したかっていうね。温度差、各地方における温度差、デルタ TN、 分かりましたか。もう何回もやってるんでね、この辺はもうみんなもうね、もう当然のごとく、あそうねってなると思うんですけども、分かんない人はもう復習してください。で、安定に断熱ね、断熱じゃないとやってらないから。はい、確かに。ほんまそうっす。あ、だから象印入ってるから、収蔵だけ。ああ、収蔵印入ってるから。あ、分かりづれえ。結果出ました。松岡修造、ほう、全地域のジュール計算し足し合わせた結果は、できるできる君ならで、31.8と24.1だから20、まあ4じゃないですか。4、はい、14。3.43×10 の17乗ジュールでございます。ということは 0.34 エクサでございます。エクサギリエクサ、ギリエクサがいいな。0.34 やったらちょっと1個前っていう。1個前でいくなら343ペタジュール。ああ、ペタジュールで、343ペタジュールで。え、タクシーにでも買ったんじゃん、ギリ。タクシーに2桁ほど買ってます。シャー食べたー。タクシーにのおよそ100倍です。やっぱね、やっぱりなんですよ。やっぱりすげえんだよ。はい、本家は上空200にしたの聞いてません。マジ聞いてる。上空の200めっちゃ聞いてる。これなかったら死んでた。そうそうそう、これなかったら2桁下がってる。2桁下がってるからね。さらに、はい、お、前回のジュール計算、松岡修造の2年前の計算を、はい、同じ 200m に換算して、はい、計算したものに比べて何倍か。前回抜け抜け、前回に比べて、ほ、およそ、お、2万2000倍の熱量でございます。すげえ、2万2000倍の熱量でございます。今回。4桁ほど。今回の方が強いということで、なんと修造は2年間で2万2000倍に熱量を上げてきたという結論が得られました。修造圏来たな。太陽圏来たな。修造圏来ました。太陽圏突破したな。ちなみに今回最も熱量の多かった地方、熱量の多かった地方はどの辺やろ。北海道大会熱量選手権優勝地区どこ。優勝地区はここかな。
いや、ここだ。C。あ、やっぱ僕はこの辺が。C ですね。C がいっちゃ、海津町のところ辺や、多分これ。C。これ、お金下がったとしても、極大値求めるってことできますからね。確かに。何でもなんか動画できますね、これ。あと1個データあったら何もでも動画できる。何でもできる。確かに確かに。3つデータあったら関数化できそうやし。でも